はい、ご質問をいただいてます。少し長いご質問ですが読み上げたいと思います。今後の会社経営を考えると、現在の会社収益の核となっている事業にプラスして新たな収益を作る事業を始めていかなければならないと感じています。もう素晴らしいことを感じてますよね。はい、ただし普段の仕事に追われている日々が続く中、会社の人員にも余裕がない状況です。やれることから少しずつとも新たに始めている取り組みもあるのですが、今のところ本業のような収益は見込めず、どうしても本業の身を進めている状況となってしまっています。さて、本業以外の新たな事業を始める際の注意点、新しい事業として進めていくべきかどうかを見極めるポイント、時間の使い方における優先順位の付け方などを教えていただきたいということで、いくつかの質問が、ここに、一緒に、問われているわけですが、この本業以外の新たな事業を始める際の注意点というところに、ちょっと的を絞ってお答えするとしますと、この私どもの考え方においては、そも本業とは何かという問いがあります。本業っていうのは、それぞれの捉え方があっていいと思うんですけども、例えばこういう商品を売るのが本業であるとすると、それは我々の考え方とは異なっていてですね、我々の考え方における本業というのは、自分たちが長くお付き合いをするお客様の豊かさに資するということですから、豊かさに貢献するということが本業なので、そういう意味では、この質問者の方においての本業って何かはちょっとここではさておいて、別に何を提供してもいいんですね。ですからそれは後にも直さず、本業以外の新たな事業を始める際の注意点ともなりますが、私どもの考え方においては、常にその事業なり、その事業において提供されうる商品やサービスが、自分たちが大切にしている顧客の豊かさに貢献できるかどうかですね。それが軸ですね。で、これはいわゆる何て言うかな、その理想論を言ってるんではなくて、やっぱりその顧客というものの存在が私たちの考え方では全て基盤になっていて、これもちょっと一言説明を加えておくと、その顧客と呼ばれる存在の方がいて、そのお一人お一人、あるいは法人であれば一社一社が、必要ないわゆる購買行動ですね、買うという行動をし続けてくれれば、あなたの会社は持続できるという非常にシンプルなところに私たちは立っているので、この顧客の存在、それから顧客が買うという行為をし続けるということ、あるいはそう頻繁に買わない商品を主力で扱っておられる方においては、それがまた紹介とか新しいお客さんとの出会いのきっかけにつながるみたいなことも大きく含まれていくんですけれども、とにかくそういう顧客の存在が重要なので、この存在がここにあなたの事業において必要十分にいてくれれば事業は存続できるという考え方に全て立っているので、この方々がその本業以外の新たな事業を始めることにおいて、よりその方々においてそれはいいねってことになって、より自分の顧客として居続けてくれるということ、これが要ですよね。ですからそういう意味では、その例えば巷で今こう儲かると呼ばれている事業があるとして、その儲かるっていう事業を新規事業の領域として引っ張ってくるっていうことは、あまり考えないですね、私たちはね。軸がそこにないっていうことですよね。ですから先ほど質問の一つにありました、新しい事業として進めていくべきかどうかを見極めるポイントっていうのもそこにありますよね。繰り返し言うようですけども、そのとにかく今いてくださる顧客にとって、それがいいね、いやそれはいいねっていうことだったり、いやそういう商品やサービスを提供し始めるなら、私は買えないけど私の大切な人を紹介するようになるとかね、そうなっていくものは本業なんですよね、そういう意味では。ですから新たな事業ではあるし、新たなビジネスモデルがそこに生まれてくるということではあるんだけど、それは大切な顧客の豊かさに貢献できるという意味においては本業であると。でそれをこう時代の変化とともにやり続けられることが、事業が存続する
ということですし、まあ、私の主催しているワクワクマーケティング実践会でも、もう創業100年、200年、300年、400年といったような会社もありますけれども、もう趣味一貫して同じ商品やサービスを提供し続けている会社の方が珍しいですよね。そういうところがやっぱり見極めるポイント、新しい事業を始めていく際の注意点なのかなと。というふうに考えていくと、やっぱりその、まあ、話が戻るようですけれども、今本業のと言われる中で扱っておられる商品やサービスだったり、それを、いいとして利用し続けてくれている方のそんなに遠いところにはないですよね。やっぱり突拍子もなく遠いところにはないと思うんですよね。というふうには思いますよね。